え、誰もおらんくない？お、来た来た来た。え、どこにおる？あ、いた。ポップミランズ。 Welcome to ポップミランズショー。 はい、というわけで、いやー、ついにお家にいるぞ。あれ？お家、おご安心を。オープニングはお家ですけれども、はい、そうね。なんと、はい、本日の動画は、はい、ディズニーシーです。半年ぶりぐらいですか？ガチで。最後なんですっけ？最後でも C 行ってない。誰かの C？ それも思い出せないぐらいと思うんで。C 行ったっけ？確かミラコスタ止まった。それ。あととかじゃなかったですっけ？ですよね。ああ、ゴミー、ゴミー。僕らの気持ちをもう一度で表してる。はい、というわけで、はい、久々の演劇会でございますけど、はい、ランドで、はい、皆さんバラバラ集合企画だったの、はい、覚えていますでしょうか？はい、覚えています。それはもちろん本日はそれのディズニーシーバージョンでございます。うわー、イエーね、俺イエーね。あれもう、まあ、本日はゴーちゃんがちょっとスケジュールの都合で来れないので、はい、ゲストの皆様に、はい、質問を募集しました。そうね、たくさん、はい、たくさんいただきましたね。そこから、まあ、各エリアにばらけた人たちが、うん、まあ、1回ずつ質問を出し合う感じで、うん、で集合していこうと思うんですけれども、今回は一発で4人揃うまで、うん、ばらけ続けます。前はタボヤンだけだったからいいけどさ、なうちらも迷惑。そうだから結局、奇跡的にタボヤンと誰かがフィーリングしたとしても結構むずない。ハードル上げて、はい、でも集合できるよ。だってもう2年目突入してんだよ。この絆を証明しに行こうと、はい、思います。じゃあまずはエリアを決めよう。じゃんけんで勝った人が好きなエリアを。じゃあまず、はい、はい、よ。じゃんけんじゃんけん、はい、どこがいい？俺、エリカンウォーターフロントで行かせていただきます。男気じゃんけんじゃんけん、はい、はい、こっしょ。あ、よかった、危ない危ない危ない。ロストリバーデルタ。おお、お願いします。おっと、じゃんけんじゃんけん、ほい、あいこで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 、ひーくれてまう。アラビアンコースト。あー、まあまあ、そうですね。じゃあ、うちはやはりステリアスアイランドで。ちょうど三角形な感じでいいんだよ。うん、果たして何本で我々が就労集合できるのか、はい、この絆を証明していきたいと思います。はい、ということでディズニーシーバラバラ集合企画スタート！レッツゴー！はい、というわけで、はい、久々にディズニーシーにやってきましたよ。ました。今日からちょっとね、シフグっぽい感じの、はい、ちょっとシャンティーな感じでそれぞれ揃えて、はい、園内に入っていきたいと思いますけども、はい、今日は質問を5個、はい、5個以内に集まれるかどうかを、はい、質問結構抜粋してあるんですけど、はい、メンバーが各々好きな質問を選んでその中から最大でも5個の質問で集合を目指したいと思いますけれども、はい、もし5問以内に集合できなかったら罰ゲームの方をてるー、ヴィランズルームの方で、はい、激辛グルメを、ま、マジかよ。初心に戻ってね、ま、初心に戻って激辛グルメを4人で協力しながら食べきると。なるほど、頑張れみたいなことやめてくださいね。たまや今回は調べてもいい、ね、うん、調べていい、あ、調べていい、調べてもいい、あ、よかったよかったよかった。また俺を怒らせないでまた一回カメラ止めて、なるほどね。早速今からディズニー園内に入っていきたいと思います、はい、バラバラ集合企画ディズニーシースタート。スタート。ちょっと、あ、ここまでか、ね、まさかのソアリンがスタンバイパス終了、入って速攻終了っていう、30分もしてないよな。してないっすよ。いや、前来たとずっとあったけど。なんでなん、ソアリンの俺は痛いな。いや、痛いやろ、俺は入りたいもん。ダメだよ、ダメだよ。この景色っすよ、みんな、まあ、今出ました、はいはい、いや、はい、寿司食べてる時にうわ寿司食べたって気するね、食べてんねん。いやそれは、あ、じゃあ、はい、バイバーイ、バイバイ、頑張って。俺らこちらは途中一緒だから OK。 このままさ俺ら3人全員電源切って携帯の19時まで3人で遊ぶってやつは、うん、ちょっとありで、ティーガに絶対あったらあかんねん。あったらさ、ゲームね、そうそう、ゲームね。これみんなとバイバイします。バイバーイ。
いというわけでまだ配置についてないみたいで、結構人は多く感じます。なんかソアリンのスタンバイバスが速攻なくなったみたいで、質問というか選択肢に支障が出なければいいかなと思っておりますけれども、まだ報告をお待ちしたいと思います。はい、ということで僕はロストリバーデルタに向かっているんですけど、もう間もなく着きます。今インディージョーンズ前に着いたので、ここから報告をしていくんですけども、5問あるんでさすがに全員集合できるとは思うんですよね。絆をねリベンジで深めるべく頑張っていきますので、今から到着報告をしていきます。いや、ここ好きやな、なんか人も少ないし。アラビアンコースに来ました。はい、ということでナマステ。黄色い T シャツがこうカレーとマッチしていい感じになっちゃう。ということで LINE してみます、みんなに。どんな質問が来るのでしょうか。今回はね、店員さんに聞いてもいいっていうので、あそこにアイスある。とりあえずちょっとアイス買いに行こうかな。いや、ちょっと我慢する、カレー食いたいしな。それでは LINE を待ちたいと思います。まだね、全然到着しないなと思って。さあ、1問目は何でしょう。でもとりあえずこの周りポップコーン買いたいんだけど、ポップコーンがないから1問目の時は我慢しようと思って、とりあえずまた LINE が来たら撮ります。はい、というわけで、うっさ、みんなを待ってる間にお腹が痛くなったので、うんこをしてきました。というわけで、その間にみんなのからの到着ラインが入っていたので、ここで質問をまずは僕から送らせていただきたいと思います。 YouTube の方のコミュニティ投稿のコメントで、とんがりコーンさんからいただいた質問です。とんがりコーンさん、ありがとうございます。久しぶりのディズニーシー、一番最初に何に乗る。1、トイストーリーマニア。2、タワーオブテラー。3、センターオブジャーズ。4、インディージョーンズ。ということで、僕はね、皆さんにも言ってるんですけど、タワーオブテラー大嫌いなんですよ。でも他の3人がタワーオブテラー大好きなんですよ。正直タワーオブテラーかセンターオブジアース2択だと思うんですよ。で、多分ティーガさん、みーちゃんはタワーオブテラー行くと思う。僕はに向かいたいと思います。追ってみんなお願いします。ということでレッツゴー。一択、うちは一択タワーオブテラーだね。いや、ティーちゃんいると思うんだよね、ティーちゃんは。でもみんな合わせて来るんだったらタワーオブテラーだと思う。これマジいなかったらどうしよう。で、やっぱり久々に来たから一番最初に乗りたいのはタワーオブテラーだと思うんだよね。でもセンターオブジャースかな、どっちかな。乗りたいで言ったらタワーオブテラーなんだよね。で、センターオブジャースかな、みんな。いや、怖っ。あっちのポップコーン何売ってたっけ。ソアリンです。ソアリンがいいです。何しよう。これ全部わかんな。センターオブジアース俺好きな、あの火山のやつやんね。インディージョーンズはあのあれやんね。お、 G におった。はい、ということで僕はに行きたいと思います。はい、というわけで早速デカめのアトラクションの質問が来ましたけれども、4択という名の、これは2択ですね。タワーオブテラーかセンターオブジアスか。理由はみーちゃんと僕がタワーオブテラー大好き、タボヤンがセンターオブジアス大好き。彼がさ、タワーオブテラーが好きじゃなくてあんま乗りたくないって言うんですけど、うっさい。兄ちゃんは難しいことを考えずに欲望のままタワーテラに行くと思うんですよ。で、俺も正直今もうタワーテラに行きたいなと思ってますっていう風に思ってるだろうなっていう風に、タボヤンはそこまで考えてタワーテラに。いや、わかんねえな。ヒカルは多分自分が乗りたくない怖いとか置いといてタワーテラに来てくれるんじゃないかと期待してタワーオブテラ行きます。レッツゴー。単純に一旦もし外れても俺はタワテラに乗りたい。以上、着きました。早っ。おっ、来た来た来た。誰が来たかはその人の方のカメラで映りたいと思います。あっ、待って、ティーちゃんが
やったー、ティーちゃんがいる、やったイエーイ、ね、だよねだよねだよねですよね、あ、よかったな、ね、絶対いると思ったんよね。ちょっと到着到着しました。自分も入れたいと思います。言うて2人遠いからね、そう、なんかかかりそうなんで、ね、ちょっと待ちたいと思います。はい、よし、イエーイ。はい、ということでティーガさんとミーちゃんから到着ラインが来ました。タボヤンは到着ライン来てないんですよ。これは合うと思う、俺。誰かしら、全員は分からへんけど誰かしら絶対合うと思う。この辺やんな、誰かおるかな。先頭これやんな、絶対俺らの絆は絶対に大丈夫や。一人とか絶対嫌やねんけど、いや、もうあの恥ずかしい思いはしたくない。え、誰もおらんくない。 LINE します、みんなに。タボヤン到着、タボヤン遠くない、これは。それはヒカルの到着 LINE が入ったら、じゃあ自分たちがどこを選んだのかの LINE 報告を発表したいと思います。今タボヤンから到着 LINE が来ました。で、僕ももう間もなくセンターオブジェアスに到着します。今ミステリアスアイランドに到着しました。あとはヒカルだけやな。ヒカルが来てくれることを願って。ヒカルくん、はい、ということで到着ラインをしました。見た感じ誰もいません。到着きました。報告します。はい、カーセンターだ。うわ、来た、あいつ。え、タボヤン、うわ、ニーニーだ。光る、光る合わせに来なかったね。あいつビビりやがったな。ビビったね、絶対。僕がタワーオブテラーが嫌いなことぐらいみんな知ってくれてると思うんですよ。ディズニーシーに来て一発目に何乗りたいかって言われたらタワーオブテラーではないです。1問目は合流失敗ということで、でも欲望のままに一旦、そうだよね、楽しんでこよう、うん、タワーオブテラー乗ってきます。ティーガさんとミーちゃんはタワーオブテラー、やっぱりね、その予想やはあっとった。ただタボヤンがセンターオブジアスで、え、どこにおる、え、おるで、センターオブジアス、センターオブジアースって言ってる。どこにおる？おっと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 全員が多分こっちに合わせてくれるだろうという、そうそうそう、次から周りのことも考えないと本当にこのまま終わってしまうかもしれない。そうだね、やっぱ2人やええー、ね、いや、もう今堂々と喋れます。そうそうそう、これ最悪1人じゃなかったら全然いいわ4人の絆はどうでもいい。いや、もうどうでもいい、1人でこれ飲んのと2人で飲んのは全然違うやろ。まあ全力で楽しみましょう。そうですね、はい、大好きなんでこればっかりは、ね、俺も楽しんでいきますよ。はい、はい、はい、というわけで最高だったね。最高した。集合はできなかったけど、うん、自分たちの欲は満たせたということで、はい、最高。この後まあ一回またバラバラになるんですけど、うん、セントラルオブジアスの方が待ち時間が長くて多分まだ乗ってると思うので、うん、ちょっとアイスアイス会行く、ね、一回ちょっと集まってるうちにアイス会に行きます。そう行ってきます。イエーイ、はい、はい、ということで楽しかったな。楽しかったですね。あ、おもろかった。楽しい。なんで二人はこれ選ばないんですかね。はい、ということで、はい、次のエリアが、はい、タオさんがマーメイドラクーン。マーメイドラクーン、はい、僕はここミステリアスアイランドで、はい、またそこからみんなバラバラで、はい、次の質問がみーちゃんってことで、僕はマーメイドラクーンに行ってきます。解散したくないな。じゃあまた解散したくないけど、会えることを願って俺らの絆大丈夫や。大丈夫ですよね、うん、ってことで、じゃあね。さあ、一人になりました。楽しかったな。一人で頑張って行ってきます。じゃじゃーん。はい、というわけでアイスを買い終わったところで、はい、今回の企画の趣旨は、はい、バツで揃うまでなので、はい、ここで一旦みーちゃんとはバイバイ。また一人かよ。 See you again ということで、また会おう。また会おう。このままアメリカンウォーターフロントに残ってみんなが移動終わるまで待ってるので、アイス食べて待ってたいと思います。次で揃えたい。早いところ全員の到着を待って
次はみんなの心も読んで頑張っていきたいと思います。ということで到着報告を待っていきます。ボートディスカバリーに着きました。ここで次の質問を待ちたいと思います。食ったアイスが喉に兄ちゃんからの質問を待ちたいと思います。個人にとって到着しました。 LINE を送りたいと思います。暑いな。天の世界。この曲やっぱ覚えるね。はい、ということで次は私から問題ですね。問題をね考えてくれたのは、これ同じ問題をね2人とも考えてくれた方がいて、 AIT さんとイメさん、ありがとうございます。初コメです。いつも楽しく見ています。今食べたいポップコーンは1カレーかっこアラビアンコースト前、2キャラメルリドワイル前、3抹茶ホワイトチョコシータートル スーベニア前、4ブラックペッパーソアリンファンタスティックフライト前。これはですね即決です。ブラックペッパーですね。歩いとる時に抹茶ホワイトチョコ味っていうのを見たんですよ。美味しそうやった。みーちゃんは絶対ブラックペッパーにおる。自分の欲望じゃないです。みんながどれ選びそうかまで予想して、僕はブラックペッパー味に向かいたいと思います。ということでソアリンまでレッツゴー、いきますよ。これは絶対合流できるはず。みーちゃんは絶対ブラックペッパーやと思う。俺ブラックペッパーそんなにやってんな別に。でも俺ポップコーンで一番好きなキャラメルやで。甘いのそんな好きじゃない割にキャラメルポップコーンは好きやねん。キャラメル誰もおれへんそうやな。じゃあ僕は行きたいと思います。ってことでここにお別れは言いたくないけど行きたいと思います。レッツゴー。もう場所は分かったぜ。お腹空いてるんでカレーかブラックペッパーだな。ブラックペッパーかな。タマヤンカレー好きだよな。いやこれ分かんないっすね。個人的に一番今食べたいのはなんでポップコーンのところに行きます。レッツゴー。もう一択よ。みんなが合わせに来ると思う。だってうちこれめっちゃ好きってプロフィールにも書いてるもん。リストのみんなは分かるかな。そうです、私はブラックペッパーが大好きです。なので4の、ソアリンのファンタスティックフライト前に行きたいと思います。では移動します。優雅な景色ですね。到着しました。ブラックペッパー味のポップコーン。暑いね。ということで到着しました。なんで、今のところ誰も見当たらないですね。でも僕近かったんでちょっと到着早いと思います。なんで全員来ることを祈ってもうちょっとここで待っていきたいと思います。到着ラインをみんなに送りたいと思います。で到着いるかな。これはマジで全員合わせに来ると思っている。とあえて裏側から行きたいと思います。いないんだけど。いやいや光は分かるでしょうちって。あっいた。はい、ということで予想的中、みーちゃんは絶対におる。光はうちのことを分かってくいると思ってて、と思って抹茶と悩んで。いやうち抹茶食べれない。俺の欲望じゃなくって今回は人に合わせに来たね。分かってる。全員で合わせなダメだと思ったんで。そうだね。これはブラックペッパーでしょ。いや絶対でしょ。1回目さ結構自分の欲で行ったよ。みんな行ったすぐセンターをぶち合わせめっちゃタワーテラリ行ったよ、うん、ってことは2回目絶対合わせに来ると思うよね、うんうん、そうですね。そうそうそう。だからみんなの到着を待とう。これチャンス問題やと思うんで、うん、はい、もうすぐそこですね。エリアの感じだと結構みんな近いのでだから多分すぐ見つけれると思うんですけど、この段階でパッと見ていなかったら多分いないっすよね。ちょっと不安になってきました。さあここだぞ。やばい、まだわからんよ。
これやったかな、いないよね。やーべー、光はついてるそうです。やらかした感が半端ないです。ちょっと待ちます。ティーガさんは到着したみたい。いないんだけど。え、嘘でしょ。嘘やん。目の前に抹茶ホワイトチョコポップコーンがあるけど、抹茶チョコはいらんな。この辺あそこやと思うんですよね。え、誰もおれへんやん。嘘やん。ここや、キャラメルポップコーン、ここです。アゴヤンが全然到着報告もしてきません。何に迷っとんかな、道に迷っとんかな。集合は失敗した雰囲気がめっちゃ漂ってます。兄ちゃんとヒカルは到着報告をしてるんですけど、一向にその姿は見えません。おらんか。え、どっかに隠れてんじゃない。見とるんか。一旦ティーガさんは到着したみたいなんですけど、タブヤンまだだから、見当たらないです。全員報告来たらバイバーイ。来てくれ。見渡す限り誰もいません。マジかよ。僕も着いたって送ります。ついに一人か、俺一人で、まあ一人で食うぐらいやったらええか。恥ずかしいな。あーい、はい、ということで、今まさかの結果発表が来て、はい、我々はブラックペッパー、はい、二人合流できました。そしてタボヤンは、うん、キャラメル、キャラメル。そしてティーガさんはカレーという。嘘でしょ。なんでもうまた自分の欲求にほらまた今食べたい気分を選んだな、うん、この企画の趣旨はみんなの心を読んで絆を確かめることやから趣旨まあとりあえずブラックペッパー美味しいから食べようよ。食べたいもの食べましょ、うん、ということでじゃあ買ってきますね。今全員からどこに行ったのか報告が来まして、みーちゃん、ひかるがブラックペッパー、そしてタボヤンがキャラメルだったそうです。まあ、でもキャラメルポップコーン好きって言ってた気はしたけど、今回は結構バラついちゃったっすね。マカレーポップコーンいただきたいと思います。このバラつき方は初めてなんでちょっと心配になってきましたね。うわっ、ティーガがカレー、ヒカルがブラックペッパー、ミーちゃんやっぱりブラックペッパー。一人です、一人確定です、この時点で。まあまあでもポップコーンやからね。じゃあ一人で買いたいと思います。いやでも一人で買うのも恥ずかしいな。じゃあ行きたいと思います。100円のお会計小さなお渡しに。はい、お席も、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。行きます。イエーイ、ゲッチュ。マジ食べよう。自販機あるんやって。あるある。ちょっと俺冷たい飲み物飲みて。あ、そうだね。もう脱水、熱中症の手間は。脱水おじさん、汗の量やばい。脱水おじさん買ったんで、はい、俺と冷たいドリンクを飲みながら、はい、ちょっとみんなの報告を待ちたいと思います。そうだね。イエー、食べていくぜ。ポップコーンよりアイス食いたい。アイスにしてほしい。アイス食いたい。アイスが食いたいよ。俺はアイスが食いたいんだよ。はい、ということで食べ歩きがダメってことなので、キャラメルポップコーン食べれるとこまで、ちょっとね椅子に座って食べれるとこまでやってきました。はい、キャラメルポップコーンですよ。正直そんなに食いたくはありませんが食べたいと思います。はー、暑いのに、こんなに暑いのにな。うまっ。やっぱうまいわ。黙々と食べておりますね。うん、最高。うん、そしてこれにででアクエリアスディズニーリゾートバージョン、みんな飲んでね。本当に今日暑いんですよ。やばい、もう汗止まんなくって。こういう日は皆さん熱中症対策をね。おいしい、おいしい、おいしい、うまい。やっぱブラックペッパーが一番。いや、うまいよ。グランドテッチャーということで、次のお題が始まるんですけど、僕はアメリカンウォーターフロントに行きたいと思います、はい、で、みーちゃんはリトルマーメイドじゃない、マーメイドラグシリアターじゃない、マーメイドラグに今からばらけて、はい、行きたいと思いますので、だけみーちゃんそれ食べ持って行っていいよ。やった、うん、次こそ全員合流できるように頑張ろう。頑張ろう。また会おう。行ってくるぜ。イエイ。はい、ちょっと移動してアメリカンウォーターフロントっぽいところに来ました。
あんなに食べたくなかったのに食べたらやっぱ進むわポップコーン。はい、ということで次は僕がお題を出す番です。ポップコーン食べたんでね、ちょっと腹も満たされたんじゃなく気がついたので、この質問にしたいと思います。ビストディズニーリゾート大好き人間さんから、いただきました。ご飯を食べるならどこ？ A ドッグサイドダイナー、 2レストランさくら、カスバフードコート、オルケーニアレストラン。個人的には正直カレーめっちゃ食いたいです。いきます。多分合わせに行くならドッグサイドダイナー、これは難しいな。決まりました。これで間違いないでしょ。うわ、これめっちゃ迷う。はい、決めました。食べたいものっていうよりも、一人になった時に一番ゆっくり過ごせそうなとこにしたいと思います。ということでにします。とりあえず待ちます。えぐいってちょっと勇気いるなぁ。やけどやっぱりね、絆なんでね、僕らの絆なんで。はい、やべえ、本日も恒例のコメント返事のコーナー、イエーイ。本日は誰ですか？はい、衝撃発言連発2万人突破してお酒飲んだら大変なことに、はい、の企画ですね、はい、でコメントくださった D3KGMR さん、はい、はい、2万人おめでとうございます、はい、ありがとうございます。最近インスタを始めて、うん、そこで知ってから応援してます。たくさんいろんな歌歌ってください。いつかディズニーランドかシーのアニバーサリーソングを公式で歌ってくれる日を楽しみにしています。いやー、インスタで見つけてくれることもあるんですね。確かに意外な入り口、ね、ですね、うん、YouTube 何の写真から見たのかな、ね、サムネかな。最初の方にサムネいっぱい載ってったから、あ、もうずっと YouTube からとしか思ってなかったんで、no、 まあそういう人もおるってことね、っていうことですね、うん、D3KGMR さん、はい、コメントありがとうございます。はい、はい、はい、以上名前で選ぶさせていただきます、はい、ひょいよさんひょいよひょろひょろなんかな、カントリーベアシアターのコメントくれたひょいよ。コメントはすごくいいんですよ。お、まだ小さかった子供たちを連れて行ったことを思い出します、うん、カントリーベアシアターにいるね、聞いてもらえますで、壁に飾られた首だけの動物が怖いと泣いていた娘も、クマたちの歌が始まれば目を輝かせて手を叩いて大喜びしてました。そんな娘もこの春からそんな娘もこの春から中学生、ちょっぴりお父さんのことうざいと思ってるかもだけど、またいつか一緒に行けたらいいな。めっちゃいいコメントや。めっちゃいいコメントじゃない。ちょっとなんかグッときますね。やばい、思春期になるからね。中学生だもんね。うん、いや絶対でもこんなお父さんやったらさ、よくない？一緒にディズニー行ってくれるさ、うん、ヨシヒコはどう？行ってくれへん。やろ？いや、でもクソやしよ。じゃあひょいよさんが、はい、こう次また娘さんとカントリーでやっしゃったり行ってくれたら、うん、ね、うん、まあ僕はいるかもしれない、次は。確かにそうですね。そんな先になるのに、いきなりとね、今ぜひあの娘さんにもね、僕たちのポップヴィランズのことを広めてくれる、ね、共通のこう話題で、あ、そうね、で、一緒にまた、うん、ね、行こうよってね、きっかけになってくれれば。そう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 、まあ、娘さんがハマらなくてもポップヴィランズは一切責任を負いません。ひょいよさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ポップヴィランズでした。ありがとうございました。ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。